目新しいギフトがいっぱい。そう、リンコさんの声が聞こえますね。そう、スマホスタンドね、忘れたんですよ。忘れたの、持ってこようって思ってて、あの iPad の、新幹線とかでもずっと iPad で、iPad でアニメとか見てたので、あのスタンドを持っていこうと思ってたんですけどね、忘れちゃった。すごい、ブッシュドノエル、ありがとう。ブッシュドノエル、わかるよ、ケーキの名前。一光さんもありがとうございます。すごいクリスマスツリーの飾り、わお、いやーギフト、いや、そう、りんこちゃんと糖質珍しいというか、初めてらしい。初めてです。なんか一瞬過去に私あるような気もしたけど、なかった、初めてだった。確かにリンリン、リンリンコンビだ。スマホの充電がなくなりそう。いい感じだった。東京、今日はフェスイベントに参加させていただきました。可愛いグラスにした、ありがとうございました。嬉しい、このメイクに似合う女の子。インディーズアイドルチャンピオンシップ2022スペシャルゲストとして参加させていただきました。ありがとうございました。楽しかった。また気のせいかな。気のせいじゃない。あのね。嬉しい。なんで今日。赤猫さん、赤猫のなでしこさん。のライブを見学させていただいて、ダイエットしちゃうと思うけど、エリン綺麗、まだエリンさん、めっちゃ可愛かった。私ね、ヘアメイクが3キロ、そっか、入るのが 2.5 2.5 か 2ぐらい、一番最後とかだったので、増えた。まだね、高猫さんがやってる時、だって髪を全然してなかったんですけど、行かせてくださいって言って。行きました。かわいかった。そう、沖さん、沖さんとね、そう、推しメン松本桃さん、推しメン一緒、沖さんとね行きました。見た、一緒に見ました。いいんだよ、ソフトクリームなんて。かわいかったな。翔一さん、ありがとう。何これ、プレゼント、靴下ペンギン、ありがとうございます。噛んでるだけかも。ありがとう。その配信しなかった2日間めっちゃ爆食いしたから、ツインテールだった。冷凍ポテト3袋食べて、やばいね。あのね、業務スーパーのね、冷凍フライドポテト、可愛かったです。あれ3袋食べたの、よくない？絶対すいません。噛んでるだけかも。後ろの方で見ました。めちゃめちゃね、お客さんが見る場所も広くて、だからか、だからだ。広くて、やばいよね、業務スーパーの、あの、やばいよね、一泊でもやばい。すごいフェスって感じだった。だっておいしいだろ。おいしいじゃん、ポテト。ゆいちさん、ギフトありがとうございます。やばいよ。そう、限定しましたね。頑張って。何曲？ 6 曲しました、今日は。でもね、今日ね、朝ね、レッスンしてたね、原点ね、広島、いや、何も言わないとこ、言わなかったらね、言わなかったらバレないのね。食べてみ、
何も言わないときます。ポテト原点じゃがいも作ってくれた人原点いや、はいでしたそんなことある？そんなことある？スマホを面白いもうペン入ってない今日の口だ自分何の話してたっけそうよ最悪よ今日寝れるかな大体公演とかライブとかあった日ってなんか夜眠くならなくて結構朝方寝たりするんですけど今日はねちゃんと夜に寝なきゃいけない頑張ろう すごいサッカーボールのゲストとかあるんだありがとう私配信いつぶりかな何どんな感じで話してたっけ昭和のズボンだよちょっと配信始める前緊張してたどこだっけ緊張してりんこちゃんにちょっとどうしようどうしようって言ってた月曜さんにねもらったんですよ。ファンの人から。いいね。いや、1ヶ月は嘘。1ヶ月は嘘だよ。1ヶ月は嘘さ。あ、11月2日に1ぶりなの。これはもらった。1、2、あ。え、もんぺ。あ、結構久しぶりだった。結構久しぶりだった。前髪切ったよく気づきましたね。よく気づいたね。前髪はね、この前。メイクさんに切っていただいた、いただきました。ちょっと忘れてるけど、メイクさんに切っていただいたからさ、ちょっと揃ってない？自分で切るよりいい感じなんですよ。ネックレスもらった、これもらった、ズボンも買った、靴下もらった、カバンもらった、マフラーもらった。髪はね絶対伸びた。髪は伸びた。ほらほらスワムが好きですよ私安いし可愛いこれぐらいの長さがなんか好きかも好きかもしれないですあんちゃん可愛いギフトありがとうすごい自分のやつだねありがとう、やたくからもまたコーデ伸びるの早い気がする。え、でもどうだろう。意外と写真とかで見たらそんな伸びてないのかも。ミニストップはタワーダイヤ。エッコーさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そうそう。ツイッターのね、そうツイッターの写真不足という、ね、話をしたかったんですよね。さっき大好きまさん結婚しません。なん。I love you だって I love you ギフト翔一さんありがとうございますありがとういやそうツイッターもねツイッターの写真が本当になくて本当になくてもう気象報告が最近止まっていてちょっと申し訳ないんですけど買ってもらったものは全部買えちゃう申し訳ないんですけどどうしようって思ってなんかちょっと止まったらさこれまでどんな感じで私どんな感じのツイートしてたっけとか分かんなくなっちゃってしてないですね自分ですベラリーマーズでも私悩みですそうなのノーマルでも食べたことないの食べてみたいなと思って食べるかな今の時間食べるかな
ないから何でも、でしょ。そうなんですよ。絶対に着ないような服着るから。最近もらった服で衝撃的だったのは、なんだっけ、写真なくてもいいよ、文字だけでもいいよって、それね、言っていただきました。あのこの前、この前昨日かな、キクちゃん、クマありがとうございます、ありがとう、キクちゃんレインボースターありがとう。クマありがとうございます。プロレス協会のめっちゃイカついてシャツもらいました。雪ありがとう。サージカルさん来たよ、ちゃんと。いっちゃんからリリホーデータさん、レインボースターありがとう。前に送ってた。あれどうしよう。なんかね、イベント、そう話の途中だった。昨日すだちでキュンのラジオの収録をさせていただいたんですけど、その時野口アナウンサーさんとこう、あのなんて言うんだ、考えとく、オンライン越しでお話しして、その時言っていただきました。情報告、文字だけでも嬉しいよ。文字だけでもちょっと安心するって言っていただいたので、でも文字だけか、ちょっと写真がね本当になくて、文字だけってどうすればいいの、ハッシュタグ気象報告だけツイートするの。マヒナさんとネマティは恥ずい。ネマティは恥ずい。ラジオ多分マヒナさんと2人のお仕事は、ありがとうございます、前回しましたけど、ありありありよのラジオの時以来でしたね。いろいろお話しました。今日はいなかったね。意外とというか、マヒナさんに結構私のなんていうんだ、本質っていうのかな、ちょっと結構ね知られてました。なんていうんだろう、見られてました。そう、本質。なんかね、なんて言うんだろう、どうなんだろう、言われたこと全然ね、あのラジオの収録じゃない間とかにいろいろそういう、あ、ラジオの収録じゃないところで話してた。来年よ、私らしいよ、私どうしよう、支えてね、何があっても。意外と可愛いの、ちょっと悪いとしてらしい、可愛いの求められたり、支えろやしたら、支えろや、あってなっちゃうでしょ。怖い、本当にそういう感じだった、結構。そう、結構もうしっかりと支えてね、本質を見られてる。思いました。支えてね、何があっても支えるシーンじゃないよ。今年や、今年のさ、結構まあいい年だったので、放送は12月何日だっけ、16とかだな。あー怖い、まあ、ちょっと悪いです、そんな大作界ではない、お楽しみにしててください。金星の人が悪いらしい、だって金星の皆さん。あーやだ本当にやだ。もう来年来るな。来年来る、あれだね、配信11月22日ぶり、もう一気に寒くなりましたね。あ、12月16日はあれ、何があるかな、さやかて工藤のチリパですか、体調崩すとか、体調崩して仕事出れなくなって、本当に寒くなった。そんなことしか考えない。
布団かけても寒い。ちょっとやばい、無理。寝る時も寒くて、寝る時はさ寒くてなかなか寝つけないのに、起きる時は布団あったかくて周りが寒いからなかなか起きれない。何なんでしょう、無理。何なんでしょう。なんか私の家ね、暖房の多分ね、ピッてする、なんていうの、スイッチスイッチなんて言うんだろう、あ、リモコンか。ゆりまさん、ヒーターありがとう。わわわわ、アルマサトリアさん、確かにね、うん、確かに。花束ありがとう。そう、ピッてするね。多分電池がね切れかけてて、たまにつかないんですよ。いくらやってもつかないタイミングがあって、だからね、朝とかもつかなかったらね、もう来年もいい年にしたいです。来年は年よりも、もうそう、ただのね、ただ電池を変えたらいいだけなんだけど、ね、幸先めっちゃあるんだけど、そう、ピッて反応しない時があって、朝とかにつかなかったら絶望。あ、お願いします、お願いします絶望です。めっちゃ長くなりそうじゃない。丹田奈々木さん、結婚はしません、結婚はしません。バラエティ番組出てほしい。あ、まあ、出たいです。私以上、まあ確かに今年は結構あれだね、朝起きる時とでも、まあ、お風呂上がった後が辛すぎ、来年は寒すぎだから、うん、ちょっと頑張りじゃない。その2つじゃない、寒さ、本当にもう寒すぎて無理ってなるとき。わかる？ね、PR みたいにシートするとかやめてよ。悲しい、そんなすぐ死んで。いや、お風呂上がりは、あのお風呂のその私浴、なんていうんだ、部屋、ブース、なんていうの、部屋の中にいるときはあったかいんですけど、一歩出たら、それはまあ年末の配信にしようかな。その寒暖差は来年の目標激しくて凍える。ちょっと浮かんできてるんですけど、まあまあ、まあ、本当冬の二大辛い瞬間ですよ。来年じゃない、さすがに早いって。シャーク選ばれた、ありがとう。朝ってなんであんなに寒いんだろう。うーん、お風呂のお湯はね、ぬるめで入る方ではないけど、目標は熱い、熱々で入れて使って、ぬるくなるまで使ってる。いっぱい長い時間使ってる。朝寒いよね。洗面所寒いよね。あのさ、リビングはドア閉じて暖房入れてるけど、その出たら寒いよね。タイさんさん、結婚しません、結婚しません。1ヶ月おうち普通でも待っていてくださったので感謝してます。でも最近、そうですね、でも私最近寝ても寝ても本当に眠くて、これなんでなんだろうって私ずっと考えてたんですけど、バンジー止めよ、あれかもしれない、待てよ。じゃあ待てよ。あれかもしれない、ヒーターの前にいたら眠くなるのかもしれない。グラビアいつどう思う。じゃ待てよ。話し会ね、あればいいね。キムタクがおるって。じゃ待てよ。じゃさやか、ちょ待てよ。帰ってる。かわいすぎるって。誰それは誰。やばい、ミニコチの映った。リコチの超待てよが映った。ね、リコチに怒られるよ私。いや、リコチに今日さやかに言ったら同部屋なんだけど録音送ろうかな。リコチの
こっちのせい。ちょ待てよ。怒られちゃう。今何時？今何時？時計が目や。いやリコちゃん怒らないよ。22分。お、意外と時間経った。本当だ。私は23時から始めたんだった夜寝れるかな。でもね、私ね、この前瀬戸ちゃんのねロケをして、ロケで、ね、何の話してたっけ来年何の話してたっけ、ロケ忘れちゃった。上手になりたい。リコチと奥の島に行く約束はどうなった？それはね、もうチリパをお聞きください。ロケ楽しいな。エステイホテルのチリメンパーティーをお聞きください。それについてもね、ちょっといろいろ語ってるので。あ、そっか、ヒーターの前で、あヒーターの前での話でちょ待てよとか。なるほどなるほど。あ、そう、眠くなるの本当に。何でだと思う？だからヒーターの前に座ってたら多分ね眠くなる、なんかパワーが出てるんだと思う。気づいたらね、あの低めのローテーブルとに座椅子でヒーター横に置いて座ってたら、気づいたらもうねこうずり下がってって寝てるんですよ。びっくりしちゃう。熟睡できてるのどうだろう。分かんないよね、自分が熟睡できてるか。でも最近また結構夢見る。3時半は早かったね。ちょっと3時半からちょっとメイクしてちょっとロケしたから、ちょっと疲れない。そう、メールで送ってる。もう今座椅子から危ねえ、なんだっけ、ずり落ちてます。なんか知らんけど寝落ちします。回線系よくお仕事でいただくなんでだろう。いや、あの回線止めれるよ。夢日記つけてますよ。つけてますよ。夜ですね。夜ですね。昼じゃないですね。そう、いつも起きてる時間に。なんか数日前の夢日記。すごいな。見返したら。そう、カキ。めっちゃわけわかんないこと書いてた。たくさんいただく。多分起きてからさ、もう1分以内、起きて10秒ぐらいで書いてるから、自分でもあんまり覚えてないんですよね。寿司好きどう決定戦取れて、私好き、寿司好きだ消えて、思った。なんかあれ、なんか勝手に寿司好きにされてるけれども、私寿司好きだ。え、8日っていつ？今日か。今日の夢日記も全然もう覚えてないもん。確かにさっき苦手なメンバー誰だっけ。冬自宅、支度わからんかった。お、漢字はてな、なんか図書館やだ、感想書いてた。懐かしい。相手の誰でもいい、温まる言葉自由に。お、ありがとう。ほらもうわかんないもん、わかんないもん、これどうした。夢日記ってみんなこんな感じ？こんな感じ？いやでもあの今ちょっと思い出したよ。冬支度っていう支度って感じあるじゃん。その感じが夢の中で私分かんなくて。え、私寿司好きと。ああ分かんなくて、多分なんか図書館。かわいい、かわいい。ちょっとこの後はよく分かんないんですけど。そう、支度ってさ、そうやって書くんだって。意外とほら、意外と難しくない？支度ってさ、ほら読まないよね。指導じゃんね。だから多分夢の中でも本当に分かんなくて、その漢字を探してたのかな。どうやって書くんだろうってすごい勉強熱心ですね私は。夢の中でも勉強で熱心ということで、この体勢で
だね、ピュアランドよくわかんないですよね、うん、ほら3日に見た夢とかさ、動物いっぱいいた、突然頭殴られた衝撃以上どういうこと私の夢日記は多分読んでもね、私でもわかんないのでわかんないです。でもこれちょっと覚えてる、なんかね、確かこの日はめちゃめちゃ頭をカンって殴られたような衝撃で目が覚めたっていうのです。全然殴られたんじゃないと思うけどな。そう、それでびっくりして目が覚めた、びっくりした。でもキラキラしてますあれはたまにないですか、なんかびっくりして目が覚めること。起きてすぐ書いてる、本当にね、起きて5秒とかで書いてるから。でもあんまり自分も覚えてないことが多いとてもキラキラしてるの。ちなまやさん、めっちゃ可愛いギフトありがとう、ありがとう、来てくれて。鼻慣れはするんじゃないですかね、夢時間と知らないけどありがとうございます。チームメイトさんね、うんうん、キータさん、やいや、ありがとう。2部が、そうです、2部はギャランギャラン、1部はキョンキョンって感じ。他の日で行くと、あ、でも、あ、この日は覚えてる、ね、戦ってました。なんか私だけすごい足がいっぱいなのがガラス襖から来る、怖かった、包丁みたいなのしかなかったし痛かったです。あ、これはこの夢覚えてるよ。この夢は、なんか怖い夢って結構リアルに覚えてない？私さ、ダイエットちょっと元の体重に戻したら、ゆいちさん、I love you、 ありがとう。この夢は覚えてる。なんかね、なんか怪物みたいのが来るんですけど、人はね周りにいっぱいいるんだけど、私しかなんか知らないけど戦わなくて、他の人見てるんですよ。しかもなんか戦う武器も包丁みたいな、なんだ、結構錆びた包丁みたいなのしかなくて、なんかね、流してる、痛かったっていう話。流してるってじゃなくて、ねじって私一人だけ戦ってた。本当になんか痛かったの。なんかお腹になんか刺さりながら私もこう刺すみたいな。その周り人、普通に大人とか結構。無理、ね、ストップ、無理。男の人とかもいたのかな、わかんないけど、いっぱい人いるのに誰も戦ってくれないの。そういう夢でした。なんか覚えてるな。わかる？可愛くない？あ、違うよ。周りにいたのは家族かな。可愛いと思って。見たいなと思って。デビルハンターかな。あ、確かにそんな感じでした。確かに。あ、ジェームズ・マン。なんかでもそういうのあるよね、あのアニメ、その夜見てたアニメっぽい世界観の夢見るみたいな。あ、それかもな。あ、チェンソーマン見合ったな、ちょっと。うん、でもなかなかハードル高いで、今年は顔がバーンって出るから、ちょっと痩せてないとできない。悪魔だったのかな、あれ。シロちゃんがジネストップでおかしかった。あれ、あの子ダイエットするって言ってたよな、言ってたような気がするな。アニメはあとね、もうちょっと髪の毛伸ばしてくれみたいな。今期はめっちゃ見てるね。マジガールズブライドポジト最高。そうだね、私も帰って土日に食べようかな、ポジトで。あ、来週は広島いないんで、ウォッチザロックは、ウォッチザロックはね、まだ初めの方しか見てない。3話ぐらいまでしか見てないけど、ちょっとまとめてみようと思ってます。フィルマさん、クマありがとう。クマありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと私、この見たいし。
もう私一生痩せれんわ一生猫出しヘアできない無理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 。アニメはめっちゃ見てる。無理だよ、ダメだ、一生痩せない。でも悲しいな、今期が終わった。いや、あるある、毎日の楽しみ。太ってくばっかりだやばいわ、なくなってしまう、やばい。めっちゃ楽しみ仙台。今日本当はね、耳かけしない予定だったんですけど、ファミしてくださるメイクさんが、かけなきゃちょっと踊りづらくないのって言われて、そうかもって思って耳かけしました。なんか難しい、この長さってさ、どういうアレンジするんだろう、難しい。楽しみなんですよ、ツアーが。え、無理、何言ってんの、仙台だよ、バカバカ。ツインテールは、ツインテールはどうだろうね。かわいいよ。ん、かわいいって。え、そのさ、長さでさ、ツインテールしてみてほしい。いや、だってさ、かわいいよ。いや、長さがだってこれぐらいだよ。かわいい、かわいい、だってかわいいんだ、似合う。え、りんこちゃんこれぐらいの長さの時ツインテールしてた？してない。ほらしてないじゃん。いや、私は似合う。ほらせやくに似合うって。似合うよ。え、りんこちゃんあんまツインテール見たことないかも。しない、あんましなくない、やらない、はあ、ハーフツインはする。似合いそう。え、しようかな嬉しいすごい、してくれるらしいです。ボブめっちゃ可愛いなって思う。いや、ありがとう。大ボブにして正解だったと思う。やったー、めっちゃ可愛いあざと感が増した。え、ほんと、あざとする。嘘、ほんとに、ね、あざとなんか覚えてる、それ。さやかりんがこういう子がモテるんだろうなっていう、もう具体系になったと思うにして、嬉しいです。ディスってないよ。え、さやかりんみたいな子がもう高校に行ったらバカモテするんだろうなって思った。ありがとうございます。あざとさが増したって嘘。でも髪切ったら普通さ、うん、あれじゃない、あざとさ、あざと感少なくなるくない？増したよ、かわいい。ボブマジでかわいい。ありがとう。ありがとう。確かに最近ツインテールしてない。しよう。ただのお得。りんこちゃん適当すぎって言われてるよ。本気で言ってるからね。本気で言ってるから。素晴らしいです。適当じゃないらしいです。私も似合うって言うから。めっちゃ失礼。バレ失礼です。らしいです。じゃあちょっと受け止めときます。あざとさんのメールまた送らなきゃ。あ、ダメだ、私はまだね、12月じゃないんです。私はね、11月なんです今。私結構月始めに自己紹介メール送るんですけど、私はまだ11月なので、まだ11月なので12月になったら送ろうって思ってます。全然忘れてるわけじゃないです。翔一さん、くまありがとうございます。ありがとう。ありがとう。くまありがとう。ね、この巻きってさ、竹虫で可愛くない？ありがとうございます。そう、だから神社もまだ行ってない。まだ行ってないというか、12月になったら行きます。え、可愛くない？可愛い。やろう。いや、11月だよ。だって私、先月ね、確かに言ったんですよ。ツイッターの1万人ありがとうございますという企画、さやか飯店を11月中にしましょうって言ったんですよ。だから私はもう認めてないんです。認めてないんです。今11月です。何やりやりなりって。そうだから、やろう。
なんか11月にしては最近すごい寒いなって思う。そう思うよね。さこちゃんいやあれはさこちゃんだけ可愛いの。死ぬ人がもうなんか変だもん。どうしたリンコってなる。リンコ何？リンコリンコ。そうなんで私が最悪判定をしたら12月が来るんです。今何時ですか？宇宙際が悪いぞって。いや認めない認めない。ウェーブ巻き可愛い。今日もなんかクリスマスツリーみたいなのさっき見たけど、まだ11月のに。あ、なんかもう早いな。ちょっとここ早いなって思って。ラクティさんが可愛いんだね。そうなんですよね。年越しでチャイナするの？なんかあれじゃない？ちょっと季節感なくない？ついにドハマりしててストレートの。まずクリスマスコンサート、クリスマスコンサート、あ、でもまだ2週間あるから。え、でもそっか、土日が土日が空いてないですね。土日あら、土日が空いてないね。クリスマスコンサートまでずっとハーフツイン、なんかあれハマってるんだ最近。UFO 食べたい。バカデブ。積んだ餅。UFO。あれ、31日ですね。土曜日。今日は UFO なの。あれ。ねえ、ダイエットしてますって言ってたし、どこまで。次空いてる土日が31日でした。ピスタチオね。あんま好きじゃないの。あら。でもね、美味しいよね。もしかして、今年って。ピスタチオ。今年って12月ないのかな。だってピスタチオってさ、ピスタチオですじゃん。なんか偏見があってさ、美味しいよピスタチオ。本当にさ、偏見あるから食べない。あっという間だよね。あっという間だよね。お話しする日一生来ない。早くない？だってもう。そう。いやまだ11月だった。いや、なんでもない、なんでもない、なんでもなかった。部屋が臭くなる？違う、嫌いじゃなくて、なんか、そう、芸人さんの味がしそう。なんか、ピスタチオさんの味がしそう。なんでもないです。好きなんですけど。フォローしましたって。味がしそうじゃん。ありがとう。なんか食べるのよ、ピスタチオ。ありがとう。また話しましょう。美味しい、なんか食べた、この前食べたのピスタチオ味のアイス、美味しかった。普通に今週はね、あれですね、定番のマニアやつだな。私は花だれ公園。で、次の日がチャートリチャートリとマイカーの特別公演ですです。好き、懐かしい。よろしくですです。今日なんかめっちゃ汗かいた。6曲だけだったけどめっちゃ汗かいた。ちょっとしたら終わろう。解散したの。そう、え、名前さん知らなかった。結婚はしません。結婚はしません。初めて知った。衝撃。スマップさんが解散した時と同じぐらい衝撃。マジか。なんだ、結構前なの？知らなかった。知らなかった。ちょっと、あんま帰ってきた。ちょ禁断症状で手が震えてきたから終わります。あ、ほんと、そうなんだ。髪型どうしようかな。なんかちょっと、お腹減りすぎて何にしたらいいんだろう。手が震えてきたからちょっと始まります。土日で4公演あるのでちょっと変えたりしたいよね。13位リンコさやかの部屋です。やばぶ。ありがとう。12位しろんけいさん、ありがとう。11位なりちゃん、ありがとう。10位なおもとさん、ありがとう。そう、リンゴヨーグルト美味しかった。なんかね、オイコスの1位ガリさん、ありがとう。オイコスのリンゴ味が出てて期間限定って書いてて、これは買っちゃったね。買っちゃっ
ちゃった。今日もリンゴ、今日もリンゴ買い。それと、だし巻き卵を買いました。コンビニの。ありがとう。さん安です。なんかね、だし巻き卵、いまだにまだハマってて、結構食べてるんですけど、スーパーとか行ったら絶対買っちゃうんですけど、だんだん怖くなってきちゃった。ありがとう。私はこれからの人生、ずっと永遠にだし巻き卵を見るたびに買って、これからの人生何個だし巻き卵を食べるんだろうって考えたら怖くなってきちゃった。そう、未だにまだ継続中です。ブームは継続中です。東京ではさっきお弁当を食べました。お昼用だったやつを食べてなかったので食べた。絶対寝れない気がする。全然眠くないな。どうしよう。なんかさ、不思議じゃない？夜型ん？夜型の時なんて言うんだろう夜型の時朝になったら眠くなるのに、普通のリズムの時夜になっても眠くならないってなんでだと思う。これは質問私してるけど、自分でも何を言ってるのかよくわかんないので大丈夫です。大丈夫です。夜ってだから結局眠くならないんで、という話です。すごい、なんか急に静かになっちゃった。なんか喋ってていいよ。なんか歌ってていいよ。めっちゃいいですか、ね、一人で。あ、りんこちゃんきっかけで来たけど可愛いなって言ってる人がいるよ。おい、てめえ誰だ。許さんぞ。怒ってます。怒ってますよ。あ、でもね、さっきね、うん、サーカリンから来たから確かにその通り、サーカリンは可愛いですって言ったよ。え、どういうこと？え、なんか私がなんかあざとい、あざと可愛いって言ったら確かにその通りです。あ、そういうことか。だけ言いに来てどっか行った。それはそれは何なんだろう。怒るべきなのか何なのか。いやー、そうなんですよ。ちょっと微妙な微妙なあたり。うん、そうそう。え、どうしよう、終わろうかな。私も、でももう45分、え、もうさ、終わろうかなも何ももうこんな時間なんだ、やば。今のさやかりんオタクの心の中、え、もう終わっちゃうのか。あ、今日もさやかりんほんとかったな。今日話してくれて嬉しかったな。今日も結局眠れそうな。いいよ、ね、いいです、心の声。やってくれてる。しゅうちさん、ブッシュドナイルありがとうございます。ありがとう。あ、すごい、なんでわかるんて。え、じゃろ。え、ほんと。ありがとうございます。じゃあちょっとテロップ、テロップがどうかな。何しよう、テロップ、テロップ、テロップがきます。ちょっと待って、このお茶で支えてるからさ、なかなかボタンが。テロップ、
しょ。11月です。ありがとう。りんこちゃん今11月よね。ん？今11月よ。ん？え？え？いや、いや、まあ、うん、サークリング言うなら、そう、11月いいや。そうらしいね。11月らしいです。いや、圧はかけてないです。じゃあ壇上読もうかな。ありがとうございました、話してくださって。川辺に行ってくる。行ってろ。アイスいる？買ってくるよ。え、何がいい？え、いいや。いいの？いいの？いいや。気をつけて。行ってくるよ。え、気をつけて。もう夜だよ。あ、余裕だ。余裕なの？コンビニに行くらしいです。じゃあ壇上を読ませていただきます。13位、イヒータさん、ありがとうございます。12位、あ、ここちょっと。13位、ベルシーさん、ありがとうございます。12位、イヒータさん、ありがとうございます。11位、タンタンタヌキさん、ありがとうございます。10位、鳥さんさん、ありがとうございます。9位、アルマサトリアさん、ありがとうございます。ありがとう。8位、ツナマヨさん、ありがとうございます。7位、キクちゃん、ありがとうございます。6位、タカヒーロータカさん、ありがとうございます。5位、ゆずきちさん、ありがとうございます。4位、炭酸せんべいさん、本日誕生日おめでとうございます。おめでとう。何日だ今日は。8日じゃないや。何日か分かんないけど、おめでとうございます。おめでとう。おめでたい。3位、いっこさん、ありがとうございます。2位、ビルマさん、ありがとうございます。そして1位、しょういちさん、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 。そして本日の、え、何吉だったっけな。しょう吉、何吉だったっけ。ラッキーな方は、でももう本日終わっちゃうから、じゃあ明日もラッキーです。エルピルロさん、おめでとうございます。パチ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 。すごい、めっちゃ部屋が静か、めっちゃ部屋が静かになっちゃった。寝れるかな今日。もう23時51分だけど、ありがとうございます、話してくださって。なんか久しぶりの配信だったので、ちょっと緊張しました。ありがとうございます。たたたた。東京の夜景は綺麗だった？夜景はね、見てないけど、あれでした。めちゃめちゃ高層ビルがありました。高層ビルがいっぱいあったから、すごい、あ、光ってるって思った。タタタタタ。そう、タワマン。あった。そのまんま。え、めっちゃ、そう、なんかね、めっちゃこの部屋静かじゃない？え、なんかさ、普通さ、
ホテルってさ空調の換気の音みたいななんかあるじゃないですか、ゴーみたいなシャーみたいな。このね部屋めちゃめちゃなんかボーンえめっちゃ静かなの。普通に家とかでもなんかさ音するんですよ、ちょっと外の空気のなんて言うんだろう、空気の音とか普通あるじゃんえそう空調を入れてないからだよね多分。どこにあるんだろう、あれかな、空調な気がするな。すっごい静か。ほらでもりんこさんが、りんこさんがいないからじゃないって、りんこさんが帰ってきたら静かじゃなくなる。そうだそうだ、じゃあこの絶妙な時間ですが終わろうと思います。ありがとうございました。皆さん寒いですが暖かくして風邪などひかないように気をつけてください。もうこんな時間なんだ、私絶対寝れない気がする。どうしたらいいか、寝れるかな。寝れなかったらなんかアニメを見たりしてます。ということでありがとうございました。久しぶりだったけど話してくださってありがとう。またね待って、どんな終わり方私してたっけな、いつもちょっとどんな終わり方してた、何言ってた。あ、すごい、ちょっと待って。あ、でもこれを取ったらうわお、こうして、このなんかおみくじこの裏におみくじがあるっていうのが今見えたので、最後にそのおみくじを見てから終わろうと思います。じゃあこのおみくじの結果があれです、皆さんの明日の運勢です。明日の運勢です。私のと皆さんの明日の運勢です。もう強制的です。あ なんかさ、ここで大吉って出たらさ、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。あ、大吉だ、おめでとうで終われるじゃないですか。でなんか凶とかが出たら出たで、まあそれはそれで面白いじゃないですか。中吉です。中吉です。ちょっとなんかこの結果で。皆さんちょっと面白い反応してくださいなんか面白くしてくださいなんかしてくださいちょっと終わり方を探してさ、おみくじをしたのにちょっと着地できなかった、うまく無茶ぶりって。まあね、中吉ぐらい、中吉ってでもさ結局なんだっけ、大吉の次が中吉だっけ、大吉の次が吉だっけ、大吉吉中吉か。じゃ あ普通吉の次かもうなんか何とも言えない、何とも言えない結果ですけど、いやでもね、何とも言えない日々が、なんとも言えない日々が大切だなって最近思うので、はい、一番いいですねということで明日もね、皆さん通常通り頑張っていきましょうということで
盛り上がらないやんってなって、もう仕方ないじゃん。もう分かんないよ。ということで、もうちょっと終わり方忘れちゃったけど、もうありがとうございました。もうそんなことしてたら57 そんなことしてたら57分ですね。57分なので00時までやろうかな。なんかトークテーマありますか？もう58分2分だけど、トークテーマありますか？そう、なんかね、いつだったかな、雨降った日最近あったんですけど、最近雨降った日あって、いつだったっけ、2日前3日前ぐらいに、それで普通に朝家出るとき、一旦なんかその日私結構時間ギリギリになっちゃってめちゃめちゃ焦ってたんですけど、一旦下降りて出発しようとしたら雨が降ってて、はぁって思って、うん、また部屋まで戻って傘取ってきて、それでまた出発しようとしたら次財布忘れてる頃に気づいて、はぁってなってまた戻って、で結局本当に集合時間にはめっちゃギリギリというか、集合時間には間に合ったんですけど、頑張って、それあ、待って終わっちゃう、待って終わっちゃう、待って違う、この話がしたかったんじゃない、私は傘の話がしたかったんですけど、あら終わっちゃいそう終わっちゃいそうでね、傘を、そう、その日私持ってってたんですよ。でその日はその初めのお仕事と次のお仕事が確かあって、夜帰ってきたんですけど、そしたら帰ってきたらもうね、傘が消えてるんです、持ってたはずの。あれって思ってあれって思ってね、もうバイバイってなってあれ終わっちゃうの、待ってなん、もう分かんない、終わり方がちょっとグダグダになりすぎたけど、おやすみなさい、ありがとう、バイバイ、またね。